こんにちは。朝4時半です。いいお天気で気温は17度、涼しくて爽やかです。スカシユリスイートザニカが咲き始めました。ピンクのスカシユリはチャイコフスキ、花数が増えてきました。ホスタエンプレスウー、伸び悩んでいますが花がたくさん咲いてきました。エキナセア、ストロベリーショートケーキ、それからカスミソウと赤いサルビアです。リーガルリリーは鉄砲ユリの仲間ですね。こんな感じでチドリソウもたくさん咲いています。スカシユリピエトン、これは初めて見るユリです。黄色いヘリオプシス、花が咲いてきました。今朝はほとんど風がありません。眺めは人参の花の裏側にいました。よく見るとたくさんいますね。朝日が昇ってきています。左下、チドリソウですね。それからアリウムタンチョウ、だんだん紫の部分が増えてきました。これはソバナです。もともとは野草で釣り鐘人参の仲間ということですね。植えて2年目なんですが、なかなか増えません。小さなキキョウの花みたいですね。かわいいです。魚竜ロゼアです。綺麗な青空ですね。アナベルは株分けで、簡単に増えます。トモエソウに来ているのは西洋ミツバチのようですね。今朝は早くから来ています。ミツバチはおとなしいので近くに寄っても刺されることはないんですが、間違って掴んだりすると大変です。ヘメロカリスドラゴンオーブです。一つ咲きました。ヘリオプシスの葉っぱにベニシジミがいました。まだ寝ているようです。ヒメヒマワリブリーディングハーツ、鮮やかなオレンジですね。カラーブラジリアです。寒さに強いのでこれは残りましたね。アルストロメリアサマースノーです。相変わらずたくさん咲いています。スカシユリクーリアです。これは大きな花ですね。金魚草、風に揺れ始めました。10時になりました。いいお天気でなんと32度まで気温が上がっています。眺めカップルは外に出てきましたね。スイートザニカはそばかす模様のようですね。アジサイもだんだん咲いてきています。イエローココットのところにモンシロチョウが飛んでいましたね。少し風が出てきたようです。見るからに暑そうですね。今日は何度まで上がるんでしょうか。魚竜ロゼアです。風で揺れています。アップで見るとこんな感じですね。この鉢は、日本ミツバチのような気がします。暑いと花の中に潜り込むようですね。鉢にとってもこの暑さ厳しいですね。白っぽい方のスモークツリーは遅く咲いたので今が見ごろです。アジサイダンスパーティーです。ヤグルマギクにモンシロチョウがやってきて蜜を吸っています。これがスカシユリジラフでした。間違えてしまった方はイエローピクセルですね。すみません、去年も間違えました。宿根フロックス、だいぶ咲いてきましたね。そしてまたヤグルマギクにモンシロチョウが来ています。スローで見てください。マルオです。マルオも暑そうです。今日はこの辺で、バイバイニャン。